マツダは25日、2012年春に発売する、新型クロスオーバー SUV、CX-5 から、日本市場にクリーンディーゼル車を順次投入すると、発表した。CX-5 に搭載される、新世代2.2リットルクリーンディーゼルエンジン、スカイアクティブ D2.2 は、高価な、NOX5 処理装置を使用せず、ポスト新長期規制に適合できる。 世界初の乗用車用エンジン。さらに、ディーゼル用に設計を見直した、アイドリングストップシステム、i ストップを組み合わせ、4.0リットル V6、ガソリンエンジン車をしのぐ最大トルク420ナノメートルと、SUV モデルトップの低燃費18.6キロメートル、リットル、JC08 モードを両立する予定。 マツダは安価な経由を使用しながら同クラスのガソリンエンジン車の約2倍の最大トルクと約30%の燃費改善を両立する新しいエコカーとしてクリーンディーゼル車を将来の国内商品ラインアップの重要な柱とし